こんにちは。今日は千鳥格子のスヌードを作っていきます。使う糸はダイソーさんのフラッフィー、色はオフホワイト、材質はアクリル、 40g で約 123m、 使用かぎ針の目安は7号。こっちも同じくフラッフィーの、色はチャコールグレー。これをそれぞれ2本一緒にして編んでいきます。こういう感じにして編んでいきます。針は7ミリを使います。あとはとじ針を使います。まず鎖編みをします。今回は二重に巻くタイプのスヌードにしたいので、だいたい120センチぐらいにしようかと思います。これは好みの長さにしてください。で、鎖の数は偶数にします。少しゆったりと編んでいきます。で、このまましばらく編んでいきます。鎖を120目編んできました。120目で編んだ場合の出来上がりのサイズを書いておきます。まずねじれていないか確かめます。で、ねじれたスヌードを作る場合にはここでねじっておきます。で、輪を作ります。これが1つ目の鎖。ここには3本糸が見えていて、この2本の糸の下に針を入れます。で、糸を引き抜きます。抜いて、もう一回抜いて、これで輪ができました。次は1周目。まず鎖を1つ、鎖の根元に細編みを1つ、で、鎖の根元はここになっています。ここに細編みを1つ、これが1つ目なので、後で分かりやすいようにマーカーをつけておきます。この細編みの頭で、次はここ。この鎖の表から針を入れていこうと思います。で、裏でも表でもどっちでも大丈夫です。この隣の鎖には長編みを1つ。長編みは絡めて、鎖のまた2本の糸の下。上が2本になっています。糸を出して3本のうち2本から引き抜いて、もう一回2本から引き抜いて、これで長編み、細編みの次に長編みで、また細編み、次は長編み、2本で、また2本、これで長編み、次は細編み、次は長編み、
これで一周します。ぐるっと一周編んできました。最後の鎖に長編みを一つ、最初の細編みに引き抜いてくっつけます。で、引き抜くんですが、次を白い糸で編んでいきたいので、引き抜くときにこの白い糸で引き抜きます。最初の細編みに針を入れて、で、これで引き抜かないで白い糸で引き抜きます。これは後でとじ針で始末する分を残して、で、引き抜きます。もう一度、これで糸が変わりました。次は白い糸で編んでいきます。まず鎖を一つ、で、鎖の根元は細編みになっています。この細編みの上に長編みを一つ、この細編みに長編み絡めて、で、3本のうち2本から引き抜いて、もう一度2本、これで長編みで、次は細編み、下の長編みの上に細編み、で、この黒い方の糸は始末できる分を残して切ろうと思います。つなげて編んでいくこともできるんですが、スヌードとしてねじれていた時にと糸が見えると見苦しいかと思うので、ここで糸を切ってそれぞれの色のところに隠していこうかと思います。で、白の糸に戻ります。長編み、細編み、次は長編み、下の細編みの上に長編み、次は細編み、長編みの上に細編み、次は長編み、ここでも長編みと細編みを繰り返していきます。長編みで始まって交互に編んでいきます。長編みの次は細編み、で、長編み、で、細編み、で、このまま一周します。2周目もぐるっと編んできました。最後はこの長編みの上に細編みを一つ、で、最初の長編みに引き抜いてくっつけます。で、引き抜く前に次の糸で白糸で引き抜かずに黒い糸で引き抜きます。これが最初の長編み。で、黒い糸。引き抜いて、もう一回引き抜いて、これで糸が変わりました。で、次はこの糸で編んでいきます。で、またこれは後でとじ針で始末したいので切っておきます。次は黒い糸で編んでいきます。鎖を一つで引っ張って、
長編みの上には細編み、1つ目の細編みにマーカーで、また長編み細編みと続けていきます。次は細編み、こういう模様になっていきます。でこれを交互に白黒白黒と交互に変えて編んでいきます。でこれを続けていきます。好みの長さになるまで続けます。17周編んできました。ダークグレーで始まってダークグレーで終わっています。ちなみに長さは約17センチ、横幅は2つ折りにした状態で約60センチ。これで白とダークグレーそれぞれ2玉使ったので、これぐらいで終わりにしようと思います。最初の細編みに引き抜きます。長編みの後に細編みに引き抜いて、でこれも引き抜いて、鎖を一つで糸を切って、これを小さくします。でとじ針で隠していきます。ここが表で、次は裏。で目立たないように糸の中に隠していきます。で黒い糸は黒いところに隠します。こっちも同じように最後の黒いところの糸を隠します。でこの途中の糸で、こっちが始めた糸、こっちが終わった糸、これをそれぞれ絡めて隠していくとちょっと手間がかかったので、一回ここで同じ周の糸を結んで、それからそれぞれを隠していきたいと思います。こっちも同じように白い糸は白い糸のところに隠します。
ちも同様にこっち向きに隠していきます。で全部糸が出ているところを隠して糸始末を終えます。こんな感じに出来上がりました。で、サイズは17センチの120センチ。で、今回はダークグレーで編んでいるんですが、ご自身のコートの色が黒だったらここも黒にして、茶色系であれば茶色にした方がとても合わせやすくなると思います。で、短時間で出来上がりました。編み方は簡単なんですが、可愛く出来上がるので、よかったら試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。